こんにちは。お客さん来た。もうメロン少ししかないよね。すみません、トークしようよ。今日はトウモロコシの葉っぱと下の切る作業です。ノーチューバーの平坂雄一です。木村さん、場所取ってごめんね。いやいや、どうぞ。よいしょ。これ何やってるかっていうと、まあ、見ての通りこの穂先のヒゲ、穂先のヒゲとこの根元を切り揃えてるんです。なんかご質問したりなんかないの？注意することは？そう、ここ切りすぎて実が出たらダメになっちゃうんで、この穂先を切りすぎないように、頭を切りすぎないようにって言ったら、うん、このお尻を切るたまにこうやって頭出てるやつあるよね。こね、実が入りすぎてね。これダメだでしょ。お返しです。場合によってはできない。場合に、ね、綺麗だったよね。実は綺麗なの。あ、切っちゃった。こうやって切っちゃった。これ失敗。切り立ってる？はい。うん。これ失敗。切りすぎ。ごめんなさい。ダメですよ。なんでこの穂先と根元切ってるかっていうと、あれですよ。P プラスフィルム。あれ導入したからだよね。うん、P プラスフィルムに入れるね、必要なかったら、もうこのまんまね、ここ折って、ね、これでもうボン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 詰めて発送できるんですよ。すっごい早いよね。だけど P プラスフィルムに入れるために、まずこの毛をね、切り落とさないと、どうしてもかびるんだよねこれね。うん、かびるし、かびね、嫌だよね。届いて袋の中でちょっとこの頭がかびってたらね。うん、それで穂先切り落とすのと、やっぱり袋の長さ揃えるのに下も切らないと。あ、でこれね、トゲトゲしてるじゃん、うん、穴開くね。そう、フィルム穴開いちゃうの。バンってやったらポンって。だからここも綺麗に切り揃えてるんですよね。で、この葉っぱ、穂についてるこの葉っぱが長いと袋に入れるとバンザイで飛び出るから、掴んでこうスッてやって、そしてここで手前に引くと。そしてひっくり返して穂先を切りを揃えるって、こういう作業永遠と毎日3000本、あ、4000本ぐらい、3000から4000本、毎日これ収穫してから、まずこの工程からだよね、やってます。そしてこうやって選別ですね。選別コースね、選別入ってます。はい、こんな感じで。ちょっと今はここ3人で切ってる。あれ2人しかいない。こうやって2人で切って、これ白いトウキビね。あっちでも、あっちは黄色いトウモロコシを切ってます。白と黄色が混ざらないように場所分けて、で、あとね、P プラスフィルム導入するにあたって本当、この作業も増えちゃったんだよね。うん、だけど良い状態で鮮度良いままお届けするためには、やっぱこの穂先切りと根元切り作業のこと、綺麗に切り揃える作業は欠かせない。これなかったら本当早いよね。1日1万本できるんじゃない？全然早い。4日で終わるの？4万本、うん、ね、うん、今のこの3期と4期が合わさっちゃったので4万本ぐらい、あの個別に配送するんですけど、もう午前中3時間ぐらい、昼まで永遠とこの作業だね。で、この作業をするときに気をつけなきゃいけないのが、これで木、この葉すごいよく切れる。だからこれで怪我しないように、このすごい分厚い革手ね、これ絶対履かないとこの作業してはいけないっていうルールが決まってるので、ほんと危ないんだよ。で、早くやるコツはこれね、慣れてなかったらこうやってこう揃えるでしょ、揃えて上げてこうやって切って切って切って
そして根元を切ってってなるんですね。遅いでしょ、これじゃ。だからコツは、まあ、ちょっと危ないんだけど、刃を上に上げとくの。まず、必ず上に上げといて、まあ、気をつけなきゃいけないんですけど、そしたら、この下に向けて、こう、葉っぱを揃えて、このまま手を引く。引いて、そのままひっくり返して切る。早いでしょ？見てごらんよ。うまくいくから。見ててね。よいしょ。慣れたらすごい早くなる。こんな感じ。決まった？今。決まった？社長仕事できるでしょ？普段やんないけど。ほら、早くね？農業は芸術でしょ？いいよ。早いでしょ？だけどなんか、中谷さんの方が早いね。これ一気、これ鉄コン一気1000本。今日もこれ4つやっつけます。中谷さん早いな、おい。もうずっとやってるもんね。みんなプロ化してきてるもんね。はい、これがトウモロコシのね、お先切り作業です。ほら、リズミカル。よいしょ。あとなんかトークすることあるかい？やっぱこの作業は怪我だよね。うん、怪我だけは本当に。刃物ね、扱うんで焦らずに。早いでしょ。はい、こういう風景から箱詰めして、皆さんにお届けします。まだまだご注文、浮かれて回ってるんで、よかったらご注文ください。はい、農業って本当にクリエイティブで面白いですね。したっけね。